からジャーナリストの上杉隆さんです。それからその隣が白梅学園大学学長の塩津俊幸さんです。元筑波大学教授の名前教授さんです。 NPO 法人ガイアイニシアチブ代表の田中智代さんです。ピースボートのメリー・ジョイスさんです。それからゲストではありませんが、実際の原告代理人で志賀原発の差し止め判決を出された元裁判官で現在弁護士の井戸健一さんです。それでは皆さん方に今の裁判劇をご覧になって一番強く感じたことは何だったのかということをお一人5分程度でお話しくださいませんでしょうか。上杉さんからお願いいたします。はい、元ジャーナリストの上杉隆です。なんで元かって話し出すとですね、多分5分とっくに終わってしまうんで、先ほどの劇について、感想をもう率直に言ってですね、この裁判の経過もずっと取材をして追ってきたもので、取材というか、資料のみですが、先進国の感覚からすると呆れ果てるなというのが一つの、裁判の結論です。というのも特にそういうふうに思ったのは今の劇を見ていて、先週私ヨーロッパの方に行ってきたんですが、その時にヨーロッパの方々のお話を聞いて、ますます実感したんですね。あ、なんて国なんだろう、なんという、国家なんだろう、なんという政府なんだろう、政府と国家とまた別ですし、国民も別ですが、ここでは日本政府、そしてそれを支える、権力構造、官僚システムや電力会社、産業界、また、学会、放送会、さらにはメディア、このことを指してますが、それが非常に機能してないというか、非常に幼稚な状況にあるんだなと思いました。というのも、先週行ってきたルクセンブルクでの会議はオークス条約、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、オークス条約に基づく、ヨーロッパの欧州委員会とフランス原子力規制局などが主催する、会議だったわけですが、そこに私呼ばれてですね、行ってまいりました。そこで話されたことというのは多々あります。もう5分ですから割愛しますが、一つに参加メンバーを申し上げますと、6割ぐらいは原発賛成派です。ステークホルダーもおりましたし、あればですね、それから、フランス政府の役人が多かったということで、当然ながらフランスの原子力政策を賛成する方々がいらっしゃいました。また NGO グリーンピースや、あるいは、ノルウェーのサミ族、サミ民族、チェルノブイリで被害を被ったサミ民族の代表者、もちろん反対派の方もいらっしゃいます。そういう多様な出席者のもと、日本から私が代表で、自由報道協会の代表として行ったんですが、その時に実感したことがあったんですね。いろんな意見が出るんです。先ほど陪審員の方々の話のように、賛成反対も出ます。ただ多くの点で共通点をみんな持っていました。原発は賛成反対ありますが、この会の最中にコーヒーブレイクがあったりですね、いろんな方とお話しした中で、多くの方に聞かれたわけです。その一つが、なぜ子どもたちを逃がさないんだと。そしてまた、中には日本に詳しい方々もいらっしゃいます。その方が言うのは、なんで子どもたちを戻すんだ。ご存知のように、昨年4月17日に、東電は工程表を出しました。政府東電はその時の最初の工程表は、除染が完了した地域から、皆さんを戻しすると、こういう約束だったんです。ところが5月17日、6月17日、改定していき、昨年末の野田総理の会見で、皆さんご存知のように、とりあえず工程表、自己収束は、終了、そして皆さんを戻すということで、除染をして戻すという話が180度変わって、とりあえず戻ってから除染しましょう、そしてそこに子どもも含まれるというですね、はっきり言ってこれはもう人体実験以外の何もでもないという状況を政府自ら判断し、そして社会全体、パワーエリート層、メディア、学会も含めてそこに、いいダクダクと従っているというのが日本の状況なんです。やはりそこでヨーロッパから見ると、
賛成派反対派ありながら何が言いたいかというと、原発は賛成も言えるんですが反対もいるんですが、みんな共通しているのが放射能は人体にとって危険だと、この一点ですね。つまり、賛成派からすると危険だから安全管理を徹底的にすると、そして原発を運用しよう、反対派からすると、それは言っても難しいだろうということで反対、ただ共通認識があるわけです。放射能は危険だ、そして子どもは相対的に放射能に弱い、もう一つ付け加えるならば同じような共通認識がありました。ヨーロッパの26年のチェルノブイリ以降のデータ分析そして議論などに伴って最後の結論としては除染はできない地域がある、これがヨーロッパ、文化議論を尽くしてきたヨーロッパの総意結論だと思います。それを知ってもここに戻ってきた、私としては、日本に戻ってくると今の裁判の劇を見ながらも、ああその議論の手前まででまだ争っているのかということで、ちょっと見ながらですね、がっくりしてしまったとともに、それが元ジャーナリストという肩書きにつながるのと、最後について言いますと、私もこの場にいながら原発まだ容認派という、多様な、言論を維持しながら今日のこの議論に参加させていただきたいということを、最初に申し伝え、そして、時間過ぎました。カンペが出てます。これ以上にしめると怒られそうなんで、以上でございます。ありがとうございます。では、次に塩見さんお願いいたします。今の劇のね、その感想、まあ、いろいろあったんですけども、ね、まあ、一番、なんて言いますかね、考えさせられたことは、その日本におけるその市民性の未成熟性っていうことでしたね。市民っていうカテゴリーをもう少しキーワードにしていかなきゃいけないんじゃないかと思ってるんですが、市民っていうのはね、国分寺市民とか小平市民とかそういう意味じゃないんですね。英語で言うとシティズンであって、シビックだとか、要するに自分が属しているコミュニティ、共同体がどうしたらみんなが幸せにこうできるのか、なるようなものにできるのかということをいつも考え、議論し、そのために行動する人間のことを市民っていうんですね。で、こういうこの市民が、成熟しているかどうかが、人間が幸せに生きられるかどうかって決定的に大事だって考えてきたのは、まあ、残念ながらヨーロッパの方がずっとその先輩なんですね。でちょっと5分で喋れないんですけども、今日の、劇をソクラテスはどう見てたかっていうのが僕の頭の中で一番考えたことです。ソクラテスは古代 そのアテネっていうその町、これはデモスクラティアっていう制度がすでにあってですね、まあ、奴隷っていうのはいたんですけど、市民が、ね、いて、そして例えばペロポネン戦争なんかいろいろね、そのスパルトの戦争すべきかとか、税金上げるべきかとかってことをしょっちゅうアゴラズとか集まっては議論してるわけですよね。でそこですごく相手を説得していい意見言うやつがヒーローになっていくわけですよね。ところがその議論 そのやり方の中にね、大事なものは抜けてるんじゃないかってことで変なおじさんが出てきて、でそこら辺の若者を捕まえてはね、お前は何が分かってるんだってことをふっかけてはその煙巻くっていうことをやってたわけですよね。空見ろ、やっぱりお前分かってないんじゃないかと、俺とお前は違うの、俺は分かってないことは自分で分かってるんだっていうね、そういうことでこうふっかけていって、なんていうのかな、まあ、みんなが何ていうか話題になってたおじさんだったわけですね。ところがそのソクラテスに対してあいつはそのアテネの宗教も無視してね、この若者を惑わすこうとんでもないそのやつだということで訴えた市民がいたわけですよね。それでやって彼は捕まって、で今日の陪審のような法廷で、市民による法廷で、裁かれて、そしてやっぱりあいつは怪しいってね、死刑ってなっちゃったわけですよね。で結局、まあ、その判決に対してソクラテスはですね、市民がそういうのであれば私は従おうということで毒を飲んで、死んだわけですが、その時にその一時天罰をずっと見てたプラトンという弟子がですね、その先生がその殺されたっていうのは市民が殺したんだということで、彼はその後、まあその、ね、そのポリス、国家っていうのはどうあればいいかとずっとこう悩んで、で結局市民にこう政治の権力があるデモスクラティアっていう制度は市民がバカである以上、とっても危険な制度だっていうふうに結論至るんですね。それで一番いいのはその本当のこう普遍的なことだとか、こう公共の善だとか、そういうことが分かっている哲学者っていう人間に政治を委ねるべきだと。
芸術家だとかなんかも情にこう流されてまずいんだとか、職人が政治やるのもまずいといろいろこう検討した結果、その哲学者がいい、で鉄人政治というわけですね。ところが後の人は結局彼は民主主義というものに対して否定したんじゃないかということで、彼はソーシャリストだというのはいろんなこう批判があるんですね。で後にあの本当の民主現代民主主義に近づけたその思想の一人がルソーなんですが、ルソーはその神様と契約するんじゃなくて、その特定 の, その人間と契約するような新しい契約制度をやれば、社会契約をやればいいということでね、それで、違反したらこう首をすげ替えていけばいいんだっていう、そういう制度によってその近代の社会を作り変えようと提案したんですね。これ社会契約論って言うんです。ところがその社会契約論を書いた時に、それを担うのを新しく市民と言おうと、ところがその市民がバカであった場合にはその社会は非常に危険だっていうことで、その時にそのことを一番分かってたのは実はプラトンだ。でプラトンが書いた国家論というのが古今東西のそのいわば政治論の中で最も優れている。国家論というのは何かこれで分かります。全て教育論なんです。で彼は同じことをやらなきゃいけないということで、市民社会を作るのであれば、その市民が本当の市民にならなきゃその社会できないということで教育論を書かざるを得なかった。それがエミールという本なんです。でそういう意味での、その何か市民性というものがね、そのあって初めてその民主の社会が成り立つ。で常に公共の善、つまり自分が属している共同体がどうあればみんなが幸せになるのか、そのことのために原理原則を大事にしながら議論し、そのために行動するっていう市民、そういう市民と日本のその何ていうか何とか市民とか大違いっていうね、その何ていうか、まあ、これ以上今日もう5分ですからここまでしか言えないですが、まああとチャンスだったらいたこと言いますけど、そういうことをすごく感じました、はい、ありがとうございます。今日の市民法廷というのはそういう意味で、あの市民の成熟性を試す場であると思います。では名前さんお願いします。はじめに私事で恐縮ですけれども、私はあの 3.11 の夕方、あの当時の枝野官房長官が福島原発事故についての記者会見で話し始めた時に、体中の身の毛がよだちました。それはあの子供の頃 の, あの大本営発表を思い出したわけです。嘘800の、あ、これは政府は東電は徹底的に秘密実態を隠すことに出たなということ で, でそれ以来私はあの、まあ、地震症候群、土浦に住んでましたので、あ、まあ、下で今も住んでますけれども、地震症候群、地震恐怖症と合わせてその大本営発表の再来ということで途端にあの引きこもりになりまして、5月の31日まであの家に80日間引きこもっておりました。でその間、まあ、私の専門である植物の遺伝学とか進化とか、あるいは放射線関係のことを学び直しをしたり、あるいはその政府や東電の、あるいは御用学者の言うことに対してこれは嘘っぱちだと思って、あちらこちらその市民団体や県庁なども含めてメールを出しまくりました。そうしましたところが、あの晴天の霹靂でしたけれども、5月の30日の夕方に、明日の夕方からニュースの真相にあのおじさんのに出てくれ、あ、お兄様出てくれと言われまして、あの初めて、まあ、登校拒否の子供が電車に乗って東京に行ったみたいなことで、あの上杉さんを大杉さん大杉さんなんて私は間違えてしまって大変ごめんなさいでした。あの時もやりましたけど、まあそういうあのことを申し上げた意味はですね、いかに政府なり、あるいはその原子力村といわれるところにあのうごめいているそのペンタゴン、まあ、五角形などとも言われますけれども、政官財、それからその学問の府である大学やら学会、それに少なからぬマスコミがその漁夫の利を得るためだけに費やしているあの神話というもの等々で、私はの身の毛がよだってしまったんです。そのことを徹底的にやはりあのみんなで力を合わせて排除しないといけないなということをものすごく強く感じました。裁判ももちろん大切ですけど、それを勝つためには後ほど時間があれば申しますけど、いろんなことをせにゃいけない。で私の専門のことから申せば、1967年から70年代には
すでに植物の世界では放射線がどんな弱くても植物が当たれば突然変異が起きる、内部被曝も植物に起きるということがもう世界で共通認識になっていました。それに批判的な人ももちろん原発村の人たちにはいたわけですけれども、でそういう中で考えればもう一方では全ての生き物はその根源である命の営みというのは微生物でも動物でも植物でももちろん人間含めて同じです。ですから予防原則ということに立てばいくらその広島長崎の被爆した人たちの調査が大勢で世界で一番大勢で調べてるっていうんですけれども、その調べ方たるやデタラメです。統計的なことを考えればめちゃくちゃ少ない数で調べてる。私どもの専門のところでもし突然変異の品種改良を突然変異で品種改良しようって時であればある形質の突然変異を持ってる個体をいくつも集めてそれの同士の間で結婚させるわけです。人間社会ではそういうことありませんでしょ。ですからそれなのにその影響がなかったと、遺伝的影響はないってことにしてるんです。ことごとくですからそういうその政府が依拠している ICRP 国際放射線防護委員会というところの勧告というのはデタラメだらけなんです。あちらのことしか思ってない、国民のことを思ってない。私たちはもっとその大本営発表的な体質をみんなで国を叩かなきゃいけない、それからペンタゴンのその五角形の利益共同体も叩かなきゃいけない、地域の人々の意見もみんなで声を大にして発声しなければいけない、そしていろいろな団体がこぞって原発反対とかとやっているけれどもそれが一つの力にならないので非常に残念なことに私は思っております。ぜひ今日をきっかけにしてそういうそのみんなの共同というものを広げていけたらいいなというふうに思っております。以上です。どうもありがとうございました。では続きまして野中さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。感想から素晴らしかったと思います。分かりやすかったし一番今上杉さんがいらっしゃるところにいて熱演してくださった方もう本当にこんなことやろうかしらと思って成り切ってらっしゃいましたし、やっぱりこうやって私ごと自分のリテラシーとしかで分かるっていうことを広げるっていうのはいかに大事なことかっていうのを改めて一番前で拝見させていただきながら思いました。で見えてきたことっていうのはこれはとにかく子どもたちの置かれている現状、これを何とかするっていうのも後からの話にも出ると思いますけど何とかしなきゃいけないししましょう。だけれどこれはこの裁判で勝ち取らなきゃいけないものっていうのはとても大きなことで、今3人の皆さんがおっしゃってくださった大きく言って、日本の国というものの今がどういう状態にあるのかというのを常に心に置いてそこに対して戦わないといけないということですから、本当にはちょうど先生おっしゃってくださったように市民というシティズンシップという市民革命とか市民主義とか民主主義とかあるけど、私たち戦後は日本は消費者と呼ばれてましたよね。だから物を消費してお金を使うという、使えば使うほど褒めてもらえたし地方を確保できたみたいなことで、結局お互いのためになるとか、それからコミュニティに何をしてあげたら自分も幸せになるのかという形で獲得してきたプロセスがなかったっていう、そこをやっぱり自分たち自身の問題として確認しなければいけないんだというのを改めて思いました。でもう一つ大事なことは、その中で無作為であることというのの罪ですね。これはナチスの時代に戦ったご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ニーメラーという牧師さんがその九死に一生を得て回想録で書いていることで、ものすごいナチの迫害が進んでいる時、最初に共産主義者をやっつけた、でも私は共産主義じゃないから何もしなかった、で続いて社会主義者を迫害し始める、ここまで来たかと思ったけど私は社会主義者じゃないから何もしなかった、そのうちナチスが学校、新聞、そしてユダヤ人を迫害し始める。でも私はそうでなかったから不安は広がったけど立ち上がらなかった、最後に教会を攻撃し始めた、
私は牧師だから立ち上がった、でも手遅れだったという回想録を書いてるんですね。ですからこの今日本に起こっている福島を、まあ、一つの象徴として思って自分事とするときに、まあ、上杉さんは原発推進というあのわざとあの、ね、そういう立場を明確にしたってやんなきゃいけない、あ、容認ごめんごめんだけれども戦わなければいけないのは脱原発、原発反対を言う前に、日本が今日まで日本を築いてきた原発推進をして作り上げてきた社会構造とはどういうメカニズムを持っていたのか、そこが私たちの本当に戦わなければならない、自分たちが立ち上がるべきポイントはそこにあるんだということを常に肝に銘じて、子どもの問題、水の問題、食の問題ということを考えていくべきだということを整理していかないと、ともすると、ああ原発やめてもあの太陽光で引いたから、あの太陽光発電協会長をやっておりましたので、昔の電気屋さんの仕事をしていたので、あちらサイドの持っていることもとてもよくわかるんですが、そこで代替エネルギーができたら良いという話では全くないのです。足りるか足りないかではなく、あるいは原子力発電所という電気を作る、あのただお湯を沸かしているというあの湯沸かし器が安全であっても、その奥にある自治体のマネジメントですとか、日本の過疎地で食えなくなっているところへ行って税金まで、各燃料税ご存知だと思いますけど、助成金とかなんか後ろめたいお金じゃなくて、税金をやっていいんだよ村長さん、東電からもらっていいんだよっていう、そこまでこうビニールサインに入り、我々の近代現代を作ってきたこの構造そのものに私たち一人一人が立ち上がらないと、きっとプラトンに怒られちゃうと思いますだから問題はそこにあるということを、今日こうして模擬裁判を見せていただいて、改めてその2つです。日本という国の成り立ちを見るときに、構造、原発を通じて見えてくるこの第二次大戦の後、日本丸は何をやってきたか、そこに我々は消費者として無関心、あるいは金を使う、あるいは金をゲットさえすれば幸せになるという価値観を、子どもにも学歴にも何もかもそのメモリを使ってきてしまって、自分を変えれば絶対に変わると思う、勇気を持って楽しく立ち上がっていく、また元気をいただいた気がします。素晴らしいお話ありがとうございました。では次のメリージョイスをお願いいたします。はい、こんにちは。すいません、あの NGO ピースボートのスタッフをしておりますメリージョイスと申します。あの1月に横浜で行われたあの脱原発世界会議というものの事務局もしております。よろしくお願いします。あの今日まず、まあ、なぜこの先生方の中で私もあの混ざってるのか、すごくあの自分なりにちょっといろいろ考えた時にですね、その、まあ、本日 の, あの、まあ、イベントというのはあの世界市民法廷ですね。なので、まあ、あの本日は、まあ、世界の人たちはこの法廷どういうふうに見ているのか、あの本日も同日役であの生中継で世界各地でこの裁判をあの法廷を見ている人たちもたくさんいると思いますので、その人たちはどういうふうに今日の裁判を見て感じているんでしょうか。そしてどういうふうに、まあ、今の福島の現状、そして今の日本をあの見ているのでしょうかということについて少しお話しあのしたいと思います。あの私自身は、まあ、日本には住んでいますので日本の市民ではあるんですけれども、もともとオーストラリア出身で、まあ、そちらの、まあ、日本に住みながらその世界の人たちをどういうふうに見ているのかという観点からです。まず本日 の, あの法廷、そしてその、まあ、子どもたちが起こした裁判についてなんですけれども、この間あの海外の、まあ、友達ですとかあの 専門家の方々と話したときに、まあ、あのこの裁判のことを知ったときにあのすごく喜んでいる人たちがたくさんいるんですね。なぜかと言いますと、あの先ほども上関さんの話にもありましたが、世界の人たちが今の日本の現状を見て、なぜ日本の人たちはもっと動かないのか、なぜ日本の人たちもっと立ち上がらないのかというふうに疑問に思っている人たちが非常にたくさんいると思います。もちろん日本の中でも、まあ、いろんな取り組みはされていますし、日本の中でもまあ、たくさんの行動を起こしている人たちもたくさんいるんですけれども、そういった取り組みもまだまだ海外では知られてないというふうに私は感じています。
そしてその日本の現状というものもまだまだ海外では知られてないと思います。私も2日前にちょうど海外から帰ってきたばっかりなんですけれども、まあ、去年の12月の16日の宣言にもありましたように、まあ、その福島の事故も終わってるんだというふうに思っている海外の人たちもまだまだたくさんいます。なので本日の裁判のようなものも生かしてどういうふうに世界に今福島で起きていること、日本で起きていることを世界の人たちと共有して、それどういうふうに一緒に、まあ、行動にしていくのかについても今回の世界市民法廷もすごくいいきっかけにはなるんではないかなというふうに感じています。そして、まあ、世界の人たちがその今の日本の現状を見て、まあ、なぜ人たちは、まあ、政府の言うことをそのまま信じるのか、なぜ人たちは、まあ、その動かないのかということに関しては、その避難だけではなくて原発問題も同じことを言えると思います。例えば去年の311の事故を受けて、ドイツ、イタリア、クウェイトなどといった国が日本のことを見て自分たちの国の政策も考えて、まあ、行動に移りました。しかし日本で、まあ、実際事故の起きた日本でさえまだそういった取り組みがされてないというのが、まあ、世界の人たちからしてみればすごく不思議で仕方ありません。そして、まあ、日本の中の原発だけではなくて輸出までもしているということが本当に国際的には、まあ、全く理解されてないというふうに言ってもいいと思います。なのでそういった意味では世界の人たちは今回の裁判、そしてその法廷を見て、まあ、すごく、まあ、希望が見えているというふうに思います。で、世界の人たちは今何が起きているのか、どういうふうに自分たちが支援できるのかということも一生懸命考えてくれている人たちも世界各地にいると思います。で、そして、まあ、日本に住む私たち、まあ、私自身日本の市民って言っていいかどうかちょっといろいろあるんですけれども、まあ、その日本に住む人として、まあ、その現状を伝えて、まあ、そしてこのチャンスを使ってその責任を持って伝える、まあ、義務があるというふうに考えています。今回の福島のこと、まあ、そして今日本で起きていることというのは日本の問題だけではなくて国際的な問題です。しかも基本的な人権の問題でもあります。今日の法廷でもそれをよく分かったと思うんですけれども、まあ、その安全な場所で教育を受けるというのは最も基本的な人権であります。日本の国の憲法にも保障されていますし、国連の条約などでも同じようなものが保障されています。なので、まあ、このチャンスを使ってどういうふうにそのこの中継を見ている世界の人たち、そして、まあ、注目している人たちと一緒に、まあ、このことをどういうふうに取り組んでいけるのかということについてぜひ皆さんと一緒に考えていけたらと思います。そして判決についてもそうなんですけれども、本当に世界の人たちはこの判決最初見た時にこれもしかして翻訳が間違ってるんじゃないか、これありえないでしょうこれっていうふうに言ってる人の話も聞いたことあります。もう本当に信じがたい現実ではありますので、まあ、ぜひこの法廷、そしてまあこの、まあ、チャンスという言い方も少しおかしいかもしれないんですけれども、まあ、どういうふうにこの今世界が、まあ、日本に注目しているチャンスを使ってどういうふうに世界の人たちと一緒に考えて、そして行動に変えていくことができるのかというのをぜひ皆様と今日一緒に考えていければなと思います。以上です。どうもありがとうございます。先ほど見てておきますが、裁判劇で陪審員は決定を下していないんですね。本来ならば陪審員が評決っていうのをするわけですけれども、あえて皆さん方お一人お一人に判決を出していただきたいということで決定していないんですが、実際の裁判は今メリージョイスさんおっしゃったように昨年の12月に出ております。で、それに絡んでこれをいつまでも内緒にしておいて話が進まないので原告代理人の井戸さんに伺いたいんですけれど、汚染マップが出てましたが、あの汚染マップで赤いところは例えばウクライナ、ベラルーシなどは強制移住の区域だっていう、そのこと自体は認められていないんですか。つまり5ミリシーベルト以上の汚染があるということも裁判所は認めてないんでしょうか。裁判所は、私どもはそのチェルノブイリでの、まあ、行政上の措置とか、あるいはチェルノブイリにおいて、起こった健康被害、詳細に主張したのですが、それについては基本的に認定しておりません。まず完全に無視をされた。そして、いいですか、もう少し話して。
簡単にお話しましょうか。判決 の、 あのポイントは2つありまして、1つは、これはその14人の子ども在家の避難を求めるとは言ってるけれども、実質的には郡山市の3万人の子ども全員の避難を求めるものだと。だからそれを認めるためには非常に高いハードルが必要だと。非常に緊急性があって切迫性があるという、そういう非常に高いハードルを超えなければならないという、そういう一般的な基準を設けまして、そして、文科省は20ミリシーベルトまでは安全と言っていると、あるいは100ミリシーベルト以下については脳健康被害については確たるデータはないというようなことを根拠にしまして、今の郡山の現状においてはそういう緊急性切迫性はないと。だから申し立ては理由がないと、そういう結論で、最初申し上げましたが、私どもがした詳細は立証等についてはほとんど無視をされたというのが現実でございます。皆様にお配りした資料の中に原告の方が出した証拠について101号証までの一覧表が載っております。これだけたくさんの証拠を出して、それで今のようなことを裁判歴でお示ししたようなことを証明しようとしたんですけれども、ほとんど無視されたというのが現状です。1ミリシーベルトを超えているということも認定されてないんですか。で、裁判の判決を読むと、仮に1ミリシーベルトを超えているとしてもと書いてあるので、だから1ミリシーベルトを超えているということ自体はそれほど争いはないわけですよね。はい。で、そういうとんでもない、判決が出ているわけですが、これから仙台高裁でもう一度改めて主張し直すということになっておりまして、皆さん方がぜひこの裁判を知ってくださって、声を上げてくださるということが、その仙台での裁判をの力になってくれるだろうということで、こういう本日の催しになりました。で、今いろいろその感想を伺ったんですけれど、それだけではなくてですね、この裁判もそうですが、一体どうやったら福島の郡山の子どもたちが安全な環境で暮らして勉強できるようになるのかというのは、何かこういうことあるよっていうようなアイディアでもありましたら、どなたさんありますか。じゃあどうぞ。質問させていただいてよろしいですか。さっきの模擬裁判で、プチ、知らんわって。あれで通るんだったら裁判所なんていりませんよね。あれありなんですか。不治というのは認めないと、しかし否定もしない、それはどうぞ立証してくださいという、そういう姿勢のことなんです。それはまあ現実の裁判ではあることなんですけれども、ちょっと、ぜひですね、この、議論というか、最終的に判決が出るんでしょうけど、その前に、確認というか、提示させていただきたいのが、多分世界中で見られている人々も含めて、これが、原発賛成反対とかいう議論になってしまうと、ちょっと違うところに行ってしまうと思うんですね。というのも、今一番重要なのは子どもたちのこの健康、生命、安全を守るということなんで、なんで私が先ほどあえてルクセンブルクとか原発容認って話をしたかというと、ヨーロッパでも含めて原発は賛成とか反対関係なく子どもたちを守ろうということなんですよ。今日の裁判も実は子どもたちを守るという点で、そこに議論がいくと、多分見ている、原発賛成派、原子力村の方たちも、やっぱり反原発のグループのやってることだと、そこの議論に落とし込まれてしまうと、まさに野中さんが先ほど言ったように戦いにくくなるんで、むしろそこはまず置いておいて、プライオリティは子どもたちですから、そのためにどうしたらいいかということを、ぜひ普通にその部分を優先的に考えていただきたいなと勝手に提案しますが、いや、それで皆さん同意だと思います、原発の問題はともかくとして、今現に汚染があって、その汚染されているところで生活して学校に通っている子どもたちをどうするのか。例えば郡山では巨大な建物の中に砂場を作って、そこで子どもを遊ばせたりしているんです。外で遊べない代わりに、そういうような姑息な手段にお金を使うくらいだったら、もっと他のところで、例えば夏休みだけ民間学校に全校で行くとかあるんじゃないかと思うんですが、
そういったような具体的な、こういうことをやったら子どもたちの健康を守れるんじゃないのみたいなあのご意見があったら、ぜひ。すごい、ごめんなさい。あのそのこと 大切なんですけれども、あの上杉さんがおっしゃったことに9割9分か9割8分ぐらいは分かるんですが、結局その裁判で原告が負けたということは、結局その裁判官が、まあ、司法行政立法ということの三権分立になってるはずなんだけれども、その司法がもう政府の思う通りのことしか言わなくなっているということがですね、でそのことをやっぱりあの国民の声としておかしいよということを言わなきゃいけない。でその時にいくらかそれをやってる人たちはやっぱ原発推進の側になってしまってるわけで、そこのところがですね、私としては割り切れない部分があるので、そこが今日クリアできることを私は一番望んでるわけです。私的なことで申し訳ありませんでした。はい、どうぞ。あのおっしゃる通りで、それはこっち側から言うのとこっち側から言うのとの言い方 で何のためにそうするかというと、子どもたちをとにかくあそこから、それは郡山のみならず本当にあのホットスポットでいろんなところが同じような目に、あの母親の、私も娘がいますけれども、本当に命っていうか自分事として裁判所という、まあ、たまたまそのこの判決を下した裁判所の担当官の人間性が罰ですよね。だけどその罰が分かったから、どうやって戦うかっていう戦い方が今問われてるんだと思うんです。だからそれをあの今永井先生ご指摘くださったように、あの両論を持ちながら子どもを楽しくっていうと語弊があるかもしれません、緊急の課題だと思ってないのが司法だという、それが分かったので、緊急の課題だと思っている人たちがつながって、それで今高裁に行ってるわけですよね。だからそれ判決は大体この3月いっぱいぐらいで次にプロセスとしては進むと考えてよろしいですか。それはどうでしょうか。こちらの主張をまとめるのが今月末ですの でそれに対する郡山市の反論が、まあ、3週間程度はかかると思いますから、おそらく決定は4月の、まあ、半ば頃ではないかと、まあ、私の個人的な思いですけれども、そういうふうに思っています。表現形としてアイデア1位とかって言った方が あれかもしれません。そしたらあの自分ごとに母親たちって割とすぐなりますよね。もし私があそこに住んでいたら、うちの子があそこにとか、うちの孫がっていう、あのあえて誤解が生まれるのを承知で言いますと、男子はダメですね、肩書きとかお金とかっていうとなんかブラブラしてきちゃうっていう、女子は強いんですよ。だから私は高校時代に命に勝る正義なしというあのちょっとあの作文で書いたことがあって、やっぱりあのイデオロギーだったり宗教だったり、さまざまな価値観は多様性が認められるべきだと思うんですが、命についてはこれをお前とこの神様の人間だからお前を殺してもあの神様はいいからって、そういうのも絶対許さないっていう、それでいくと女子 あのリテラシーは高いと思うんです。ですから、それから今東南海特化型、首都圏直下型でも4年で 50% 70%起こったら 100% ですから、やはりどこでもこれは起こって、まあ、直下型が起きたり東南海が起きれば浜岡が火を吹くでしょう。そういうことを考えると、子供を何とかしなきゃいけないっていうのに、この裁判がこういう判決を出して4月に次のステップに行こうとしてるっていうことをつなげませんか。とにかくここから、それであのいつ自分ごとになる、そして自分ごとで抱えてるお母さんたちが14人の問題ではなくて、声を上げられなかったお母さんたちほとんどだと思うんですよ、郡山でも。だからそこをつなげようっていうような、そこをこの間の杉並のデモではないですけれども、楽しい形でつなげていくっていうやつをどん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 みんなでいろんなさあのアイデアを出してつなげていくっていうのをアイデア1、アイデア2 あのファクトと事実でやはりどん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 提出していかなくてはいけないと思うんですが、昨日ですね、児童報道協会で、週刊文春と、それとおしどりまこさんの会見が行われたんです。
それが郡山から避難をされている、お母さん、まあ、札幌の方ですね、お母さんや子どもたちへの、放射線、甲状腺の検査をして、そして、まあ10% ぐらいの確率で子どもから、良性ですがしこりが発見されたと。で、特にそのうちの2人の、症例としてが、かなり大きいものということで、コピーですか、週刊文春の記事のこのことに関して出たんですね。これは4歳と7歳児、まあ、4歳はちょっと微妙ですけど、7歳児、がんの疑いで、これ見出しですから、これ編集部のところですけど、これが出たんですが、これはやはりこういうものが、起こると、起こり始めたという可能性ですけど、こういう形で、どんどんデータを出していって積み上げていくということで、いわゆる原子力村というか、その子どもの安全性と原発の政策を絡めながら進んでいる手法を含めた、そこへの対抗手段というのはこういうファクトしかないと思うんですよね。これは、まあ提言2ですけど、まあ、こういうのは他にないのかと。またこの記事に関してもいろいろデマだとかいろいろ流れましたが、このあたりについて皆さんどういうふうに考えられているのかということをちょっと個人的に伺いたいなと思います。どなたか個人的に、はい、名前さんどうぞ。それもメールで流れてきましたので読ませていただきました。それでまた私的なことになってしまいますが、私の住んでる土浦はですね、私は木造家屋の2階建てですけど、1階で測りますと、まあ、息子が来るとちょっと測ってくれるんですけれど、 0.2 ちょっと下ぐらいか、 0.2 ぐらいですよ。ですから先ほど示されているそのチェルノブイリの事故からしたら、強制ではありませんけれども、移住権利地域ですね、そういうところで、まあ、市にも私手紙を出したりをしましたけれども、結局はその中央政府が安全と言ってるんだから、でそれと比べたらずっと低いので問題はありませんと。毎週毎週学校やら遊園地やら保育所やらも含めて地面の上の 0.5 とか50センチとかいうところで測ってデータは出してるんですけれども安全ですということで、全く拉致が開かない状況なんですね。でそういうところを一体どうすれば一体っていうところの解決策が私としてはまだ見出せなくて、安全だと思ってるわけでほとんどの方が。その点についてですね、結局問題はさっきの陪審劇の中でもありましたけれど、グレーは黒として考えて行動するというそのつまり予防原則の問題だと思うんですが、予防原則の問題についてメリーさん何かありますか。あ、それからついでにこういう資料が皆さんの袋の中に入っています。これが先ほど上関さんがおっしゃった福島の子どもの 30% に見られた甲状腺しこりと脳胞は何を意味するかということについての山崎さん のペーパーが入っておりますのでご参考にしてください。予防原則という言葉があって、当然領域宣言で以来環境保護などについては予防原則を出すということになっているわけですが、日本の政府は予防原則どう思ってるか、裁判所は予防原則に立ってないことはもう火を見るより明らかなんですけれど、政府として予防原則についてどういう考え方をしているか、じゃあ名前さんちょっと一言お願いします。すみません、おしゃべりじいさんでしゃべってばっかりですけど、関連のある私の分野ともつながりがありますので、ちょっとだけ紹介してさせていただくと、その日本の法律ではその多様性基本法というのがあったり、まあ、いくつかその遺伝子組み換え生物 その実験を野外でやる場合にどうやって許可するのかという、その通称カルタヘナ法って呼んだりしてますけれども、そういうものでは国際的なその多様性条約とかなんかから来ると、そこにはもうちゃんと書いてあるわけです、予防原則ということが。前工場にも具体的な場面に。ところが日本政府が国会に出して国会を通ってる法律では、
前工場にだけは予防原則的なことが書いてあるんですけれども、実際のそれの運用のところの法律の条項には一つも出てこない。で、意識的に、まあ、遺伝子組み換えの例えば裁判なんかがあったりすれば、そういうことはその関係ない形になってるわけです。法律自身がみんな抜け穴ができてる。で、あの放射線関係のことも全く同じなんですね。原子力基本法にしろ、あるいは環境基本法にしろ、ということで、あのくまなく、そういう言うなら原子力村の力が及んでしまっているとしか見えない。裏を返せばそれは国民のことを、市民のことを思ってないで、あちらの利益だけ、自分勝手な利益だけを思って強制的に、さっきの陪審のどなたかもおっしゃってたけれども、ただただその誰も納得したつもりないんだけれども押し付けてるだけということになってしまっているという悲しい現実なので、これ以上喋るとあの苛立って涙が出てきます。はい、どうぞ。予防原則の件ですけど、昨年の3月以降、まあ、東京電力含め政府などへの取材をしていた立場から、メディアの観点から、まあ、予防原則に基づく報道の、特殊性ということについてちょっと、簡単にお話ししたいと思うんですけど、約1分10秒ぐらいで、で、基本的には日本には記者クラブというのがあってですね、これが横並びなんですね。そしてもう一つその特徴としては、政府公的機関の発表に基づいて報道するという発表ジャーナリズムなんです。それとどういうことが起こるかというと、昨年3月に枝野官房長官が、直ちに健康はありません、格納容器は健全に守られていますというふうに発表したら、その通りに言うんですね。そしてその枝野さんは何と言ったかというと、去年の3月、確実になった情報から出しますと、曖昧な情報は出しません、つまり確実に、隠蔽ができるような情報が出すということなんですが、メディアがそこに完全に加担してしまうわけです。これが日本のメディアシステムの健全性の記者クラブという問題の根底にあるんですが、そこで何を言いたいかというと、昨年私もあの3月18日の、官房長官会見で、今、先週から話題になっている、アメリカの LRC の3200ページ報告、事項報告に基づくような形の質問をしてたわけです。8キロ圏外に逃がすべきだと、アメリカ含め出てるじゃないかと、これ1週間後に言ってるわけですね、官房長官会見で。そしてその時に枝野長官は、国際基準と日本の基準が違うというふうに否定するわけですが、残念なのは、これを、聞いた言って質問したところ、この質問について今先週全部 NHK 含め報じましたが、1年間みんな黙ってたわけです。つまりマスメディアも予防原則ということから逸脱して、安全なものは安全というシステムが出来上がったわけですね。で、これはあの世界のジャーナリズムからすると全く違うんです。放射能のこの事故の場合は、ご存知のように 3.12 からニューヨークタイムズ、ワシントンポストも報じたように、アラート機能というか予防的な報道が許されるわけですね。というのも確実に放射能が来て被爆してから危ないって確実な情報を報じたら遅いわけですから、まさにジャーナリズムの機能として予防的にそれを報じるというのは許されているのにもかかわらず、それを何度も言ったんですが、結果それはデマ、そういう扱いになってしまうわけですね。ですから予防原則というと、皆さん国民の方は、日本の国民はほとんどがメディアを通じて、得る情報ということで、福島の方も含めて当時のそのいわゆる予防的なアラート機能が果たす、ジャーナリズムが働かなかったために、結果として偽情報をつかまされて、そして、現在のような形になってしまったというのが、そのメディアを機能しなかったということが一つ議論にぜひ、今回のこの子どもの裁判も実はそこの流れがあります。提言というか、議題提言で、はい。ありがとうございます。関連して何か塩見さんございませんか。明日、明後日ということとね、それから日本の社会がこれからどういうふうに変わっていかなきゃいけないのかということと、2つの問題があって、それが絡んでるんですけどね、今聞いていて、予防原則って言葉が出てきましたよね。で、僕はずっとその自分も含めてもそうなんですけども、日本人がすごく苦手なのは、原則っていうものをみんなでこう、出して、それに従って行動するっていう思考方法、行動方法がすごい苦手。それで
例えば戦争でね、なぜあんな大きな戦争になったかって丸山雅夫さんのその戦後の分析があった時に、事実がこうなってしまったんだから、事実がこうなってしまったんだからっていう形でやっていって、でこういうことについては絶対してはならないっていう原則がそのまずあってっていうんじゃないね、全て事実の後追いだったっていう、そういうことを分析しているっていうね、これがその市民性の成熟の問題と関わって大きな問題で、今回もね、例えば子どもたちがその、なんていうか、その放射線に行き地なんて実はないんだと、でどういう影響出てくるか、その確定的に分かったらもうその遅いんだっていうね、だから危ないっていう可能性があったら、もうできるだけみんなそこから遠ざけるしかないんだと、これが原則だっていうふうな原則がはっきりすれば、あの話はそんなにややこしくないんですよね。そのためにじゃあ次にどう手を打てばいいのか、実際にこう例えば家族全部は行けない場合に子供だけでも出すって言ってもね、それを引き受けてくれるとかどこがあるのか、子供たちの生活はどうするのか、その教育予算はどういうふうにこう交渉するのかっていうことは追加する問題になってきますよね。でも原則がまずあって、それをやるんだと決めたら、その後はそれに使ってやっていけばいいわけです、粛々と。でそういう、こう原則っていうことを今回ね、やっぱり私たちの生きていく社会の中では大事にしなきゃいけないんだっていうことが、なんていうかな、僕ね、それがこの予防原則っていうことは、その市民にやっぱりそれが大事だよねっていうふうになってきた時に、少し私たちのものの考え方っていうのが変わっていくんじゃないかと思って今聞いてた。とってもだから大事なことだと思うんですね。 それが一つね。それからファクトがやっぱり大事だってね、なんていうかな、状況的に判断してしまうんですよ、原則がないとね。だから事態がこうだから、すぐにこう子供がね、すぐに病気になるわけじゃないから、そのうちその不安ばっかり抱えて生きるよりは、まあなんとかっていう、その状況でこう判断してしまうということが強いんですよね。では、それ簡単に変われないんだから、それだったらもうちょっとね、その違う状況を出すしかない。で例えば子供はすでにがんになってきたんじゃないかっていう状況を出した途端に、またパカッと思考が変わるわけですよね。でそういう意味で彼はそのファクトでやっぱりやらなきゃいけないんじゃないかって言ったのは、今の日本人にとってはそうだと思います。それで例えば僕は幼児教育もやってますけども、その幼稚園保育所の子どもたちをたった1日でいいから、ね、福島だとか中通りのあたりの子どもたちをその、まあ、他のとこ行って1日外で思いっきり遊ばせるってことをやってる人たちがいるんですね。でたった1日だからどうだっても、もうそれって子どもたちはものすごくこう変わる、それだけでもものすごく喜んでいる。本当に体が動かせなくてね、この追い詰められている子どもたちがたくさんいる。だからそういう、例えば一日でもこうなって変わっていくんだっていうファクトをね、たくさんね用意していると、そうするともっと引き受けていくとかありませんかっていう形で小さな事実を積み上げていくっていうのが、僕は今まずやらなきゃいけないことは。それからね、ちょっとごめんなさい、もう一つ言って、やっぱりね、福島の人たちがそのなんか例えば集団疎開したいっていうこととね、ぜひこちらおいでっていう人たちとが、その市民レベルでいいからつながっていかなきゃいけないし、行政レベルもつながっていかなきゃいけない。で僕はね、何ができるかなと思って、実はこの3月31日に、僕は国分寺市の市民なんですけども、脱原発社会をこう考える国分寺市民の会っていうのを立ち上げたんですね。それで3月31日に樋口さんっていう 原発 の写真をずっと撮った人が国分寺市民なので、彼の写真展をやりながら、その原発っていうのをこれからどう考えていくのかっていうことの講演会をやるんですね。それで脱原発社会を考える市民の会にしたのは、その反対運動家の集まりではないって、要するにこれからああいう危険な、ね、ことが分かってきた段階でどういうふうに社会を作っていけばいいのか、みんなで考えましょうっていう市民の会なんです。だからいろんな人来てほしいんですよね。それで僕はそれをそのきっかけにして、あちこちで脱原発社会を考える何々市民の会っていうのを作っていってほしいわけです。でそれでそこが自分の自治体に対して、その、まあ、脱原発都市宣言とか何とか市宣言をするとかね、そういうような形でやっぱり次の街づくりの一つの柱としてそういうものを入れていってもらいたいと。でそれがあると、その福島郡山の子どもたちが集団疎開したいって言ってるんだけども、うちの何とか小学校は実は空き教室がいっぱいあるではないかとか、そういう形で提案していけますよね。だからそういう形でその今度はね、もう第二ステージに入ってきたと思うんですよね。だからそうやってあちこちの市民が自分たちの町の足元のところでね、その脱原発社会っていうのは一体どういう社会なのなっていくのかっていうことを考えていくような、そういう市民運動のようなものを
をぜひ起こして、これは機会に起こしていっていただきたいというのがもう一つの願いですね。はい、ありがとうございます。実は費用もこちら持ちで、その引き受けるよって言っている人たちがあるにもかかわらず、そこに行政がつなげようとしないっていうのは一体どういうことなのかと思うんですけれど、例えば郡山でもこういうサロンを起こされたら、そういうところを探してね、学校ごと引き受けてもいいよというところがあるんだったら、そこに行かせようという判断があっていいはずだと思うんです。それね、僕最初言ったのはね、市民が育ってないっていうのはね、義務教育っていう概念あるでしょ。で、義務教育って言葉あんまり評判良くないんだけれども、もともと英語でコンパルソリーエデュケーションなんですよね。コンパルソリーって強制教育なんですけどね。で、それが強制的に来させるっていう意味ではまずいんじゃないかということで、いろいろこう議論になって、で現在では義務教育っていうのはどういう理解されてるかって言ったら、子どもたちにその学びの権利、育ちの権利をこう保障するために、その大人や社会が最もいい教育を受けさせる義務を背負っているっていう意味なんです。で、子どもたちにはその権利があるわけですね。で、その権利を満たすために社会、大人、行政が持っているのが義務なんですね。で、そう考えたらね、その本当の意味で義務教育を、その何て言うか、提供するっていうことが市民としてのその行政のこうね、市民代表としてのね、行政の責務であると。だとしたらこういう局面になったら、子どもたちを守るためにどうしたらいいのかっていうことをね、一生懸命考えるのは義務教育のその責任者たちの発想すべきテーマなんですね。でもそれが行われている。つまりその市民として教育の分野を預かっている行政マンがね、今の局面でどうしたら一番子どもたちが幸せになれる、そういう教育を作れるのかっていうことについて思考を巡らしていない。で、要するに自分たちが勝手なことをやった、あいつらだけが勝手なことをやったって言われないようにということで、多分自己防衛的にしか発生してないと思うんですね。で、市民というのはそういう人間ではないんですよね。だから、なんていうのかな、いろんなことを重ねてしまってるんですけども、周りからね、こっちおいで、こっちおいでっていうなんかがわーっと上がってくれば、少し僕状況変わってこないかなっていうふうに思って今発言したんですね。はい、だんだん時間なくなってきて、今の疎開とか受け入れのことに関して、取材をしている中でですね、その中で具体的な、結果というか結論が出ているのが、おっしゃるように受け入れ側の行政なんですね。早橋は福島県、ごめんなさい、受け入れ側の行政はいいんです。出す方の福島県が、基本的に嫌がってます。これは、市民団体とかは出す方も受け入れる方も、OK、それから受け入れ側も、例えば、フォトジャーナリストの広川隆一さん、チェルノブイリ子ども基金などの広川さんが沖縄などに今作って探して、そして沖縄の、行政の方とも接触してますが、沖縄県はウェルカムなんですね。ところが出す方の福島県が、とにかく、基本的には嫌がっている。で、その背景としては、やはりこれは私もかつて議員秘書をやってた経験からあるんですが、政治家とかですね、行政からすると、住民が減るっていうことはそのまま経済活動、それから端的に言うと税収含めた住民サービス、そこは欠如していくんですね。つまり自分たちの、中にいる住民を減らすということを政治家としてはなかなかやりにくいわけです。だから積極的に出すということを、嫌がると。で、それが、恒常化してしまえば、結果として人口減につながり、福島県にいわゆる国からもらってくるような補助金や復興支援金というのも額も減ると、まあ、こういうように結局はお金の問題なんですが、そういう背景があるというのが一つあります。で、それは、これはもう、福島県の子どもの この裁判と関係ないところで、大きなところで動いてるんで、まさに野中さんがおっしゃって、名前さんがおっしゃって、戦うべき相手はそこなんですが、もう一つはこの記事を書いてますが、それは学会が一緒になってですね、例えばもう劇にも出てきましたが、長崎から来た、福島県の副学長、山下俊一さんですね、がメールを出してるんです、この記事によると。で、これメールは証拠残ってますけど、つまり検査をするなと、子どもたち。そして昨日の自由報道協会の記者会見の中でも、お母さんたちの言葉として、記事が出ましたと。これ昨日週刊文春北海道沖縄発売です。一昨日木曜日に都内でも福島でも発売しました。これを読んだお母さんたちが、じゃあ甲状腺の、検査をさせようというふうに今頃言ってるわけです。で、ところが検査をさせるために、ここら問題なんです。
県外に行って検査をさせなくちゃいけないねって話してるんです。つまり福島県は、基本的にこの山下さんが牛耳っている福島県は検査もさせないという体制なんで、その根本的な問題というのはもう、これ事実としてあるわけですから、そういうところをきちんとついていくと。大きな行政も大事ですが、手前の、その目の前のもので声を出していくというのが必要なのかなと思います。今までの議論を聞いていて、その日本の市民であるかどうか分からなかったと思いま国際的な視野からどのようにお感じになりますか。そうですね、ちょっとどういった立場から全然言えないのかちょっとなんですけれども、まずその海外のメディアとの比較の話とかもあったんですけれども、当時も事故が起きた時も今でもそうなんですけど、私自身もその日本のメディアも見ながら海外のメディアも見てるわけなんですけれども、特に最初の方は、その海外のメディアその最悪のシナリオを報道したりとかということもたくさんあったんですね。でその時、日本の例えば友人と話したりとかしてた時に、その海外のメディアを見てると、その恐怖を煽るようにしてる、そのもっとその放射線についてもその恐怖を感じてもらうように、その記事をわざとそういうふうにセンセーショナルに書いてるというふうに言ってる人たちがたくさんいたんですね。ただそういった面も、もちろんメディアによってはあるかもしれないんですけれども、そういった最悪のシナリオをどういうふうに防ぐのかというのが一番重要だと思うんですね。でそれが先ほど その予防の原則ということにもつながっていると思うんですけれども、その今実際その内部被爆でどういうことがこれから未来に起きるのかっていうのは誰もまだわからないんですけれども、その最悪のことが起こらないように今どういうふうにすべきなのか、どういったことができるのかっていうのがやはり一番大事だと思うんですね。でその中でやはりそのメディアのこともそうですし、その避難の問題で今その受け入れをしようとしているところなんだけれども、なかなかそのつながりができていない。でそれ日本の国内もそうですし、その短期の避難だったら海外でもその受け入れ先もたくさん受け入れしてもいいですよって言ってるにもかかわらず、そのうまく日本の中とのつながりができてないっていうケースがたくさん見られるっていうのも、やっぱり根本的には同じことにつながってるんではないかなというふうに思います。これからできることはやっぱりそのファッツ、そのデータのところで、その日本の中だけでもなくて、その海外からのデータ、でそのチェルノビリのみならず、それ以外のその被爆などに関するデータをどういうふうに日本の中で紹介していって、それどういうふうに、その分析して、今回も使っていけるのかっていうのもすごく大きなポイントではないかなというふうに感じます。ありがとうございます。ここで会場の皆さんからご質問、ゲストの方でも原告代理人でもいいんですが、ご質問やご意見がありましたら伺いたいと思いますので、お手を挙げていただくとそこにマイクが行きます。でこれはインターネットを通じて中継しておりますので、その点ご了承ください。はい、よろしかったらお名前をお願いいたします。では一番前の方はどうぞ。すいません、質問は3分程度で以内で収めていただきたいと思います。被爆問題の翻訳をしております竹野内真理と申します。広島で被爆した飛田俊太郎さんと空訳で、今まで2冊本を出しています。それで私はこの問題で一番大事なことは、もう子どもの間にすでに健康被害が生じているということです。で飛田先生もですね、もう6月の時点で、東京でチェルノブイリの架け橋の野呂さんの、健康相談会に出席しまして、50人からの、もっと本当はたくさんいたんですけど、時間切れということで50人のね、東京都民を見たら、もう低線量被爆の症状が出てるっていうんですね。で私は2歳の子供がおりまして、沖縄に、3月15日に、避難してます。で私でさえ、3月15日に外にいたということで、その後子供と2人で体調を2ヶ月ぐらい壊しました。でもう自分の体でも知ってるし、あとはやっぱりその被爆問題でずっとやられてた飛田先生がそういった人たちを見て、それで沖縄にその後避難してきた人の中にやはり
体を壊して避難してきたっていうあの母子がたくさんいるんですね。そういったことで一番大事なことがなかなか出てきてない。で、あの今のその甲状腺のその話も本当に大変な話ですし、あともうちょっと一般的な鼻血ですとか下痢だとかで、ひどい人になると市販も出ているっていう話ですね。で、遠くは、静岡、山梨も でも出ていて、日田先生は相談を受けてます。で、私が言いたいのは、とにかくこれは緊急性の非常に高い問題で、子どもに関してはとにかくもうできる限り早くあの出れる人は出てほしいということです。それでありがたいことに、あの沖縄県ではですね、あの3月末までは福島県の子どもに関しては、2年間家賃が無料になります。ただし3月末までの申請をしないと打ち切られる可能性があります。それは今言った福島県の意向です。4月以降はもう続けさせない、他県にそういったあの支援を続けさせないっていう、そういった動きがもうすでに出ています。1月末にさっき福島県の方に聞いたんですけれど、そういった通達を出しているそうですね。あの12月末にもそういったのを出して、もう市民がものすごい反対してなんとか撤回したんですけれど、また1月末にそういったのを出したと聞いて私は非常に焦ってます。もう私はあの2歳の子供の母親として、もうそれが一番大事、とにかく放射能に子供は勝てませんから。で、低線量被曝の翻訳を私3冊出して、もう実は低線量の被曝が危険だっていうのはいろいろな学者が世界で唱えているんだけれど、それを十分にマスコミがクローズアップしてないんですね。本では出てるんですよ。勉強してほしいと思ってます。さっきバンダチェフスキーさんのね本をさっき会場で売ってた人がいますけど、そうですね、あちらですね。やっぱチェルノブイリをね見れば分かるはずです。で、バンダチェフスキーは死体解剖までして、それぞれの臓器のセシウムの濃度と、そしてどういった病変が起きたとかというところまで、もうこと細かに言うと、この人の本一冊でもいいから、もう全部の日本中の医師が読むべき本であり、データはあるんです、すでに。だからこれを広めるだけだと思っています。もうぜひ頑張っていただきたい。すべての人たちが、医者もマスコミもここに来ている方たち、すべてが、もう一刻を争う問題です。健康障害出てますから、子供の間で。ありがとうございます。それについてですね、ストレスが原因だとか心配しすぎるのが悪いとか言う人がいるんですけれども、現実に起きている、子供は放射能は知らないですから、そんなの理由にならない、理由にならない理由それは、またこの本でもですね否定されてますよね。それはで、これ、まあ、本当におっしゃる通り、これは一回全員読んだ方がいいのかなと。で、まあ、これ読んで、医者の方が特にね、お医者さんの方が読んで、まあバンダチェフスキーは、まあ、この本を書いたおかげかどうか、その後逮捕されますけど、まあ、日本の医者も逮捕されてくらいになった方がファクトとして出るんで、いいんじゃないかと思いますけど、まあ、それぐらいの覚悟でやらないと、本当におっしゃるように子供を守ることが、最優先なんですよ。で、正直言って原発の賛成反対はこれ長い先の話ですから、これは置いておいて子供の話っていうのが何より重要ですし、で、まあね、その所見に関してはちょっといろいろ医療的な見地からいろいろあると思いますけど、ただ事実として、まあ、良性とはいえ確率から言うとありえないほどの確率でもうすでに出ているのはこれ事実ですから、そこをきちんとついていくっていうのは本当におっしゃる通り必要なのかなと思いますね。ありがとうございます。後ろの方で、あ、じゃあそちらのここの並びの赤いのを着てらっしゃる方に、はい、私は原発30キロ圏内の川内村というところから来ました。実は今私はこういう川内村帰還反対ということを挙げています。で、それで今まで皆さんがいろんな活動をされてきて、いろんな福島県のためにやってくださっているということがすごくわかります。でもその一番の問題はやはり行政の問題、国と県と自治体がどうしてその国民を守らないかということと、あとやっぱりこの経済的な問題を重ねてその復興除染に行っている今ね、この県民の皆さんが自ら声を上げるということは全くできない状況なんですね。ですので、その県民の皆さんのその意識を高めるということがほとんど隠蔽されてますから、そこをどうするか、政治の面からとか、
いろいろそちらの方から考えていかないと、もう県民皆さんだと思うんですね、救わなきゃいけないの。それで県自体がもう避難するような状況だと思うんですよ。で、子どもを中心に考えてますけど、やはりそこを動かすには県全体を考えていかないといけないと思うんですね。それでその行政とかそういう国とかそういった経済問題を優先する、そういうところから視点を変えていかないと県民は本当に動く状況にないです。で、それでやはり皆さんの政治のことをやはりもうちょっとよく知る、どうしてその経済なのか、で、その国とそのまた奥を理解していかないと、この問題はなかなか解決しません。で、判決は結局三権分立がもう崩壊している状況なのですから、結果というのはもう当然当たり前なんですね。でもそこをやはりその奥を見ていかないと、やはりいつまで裁判を行ってても結局国と自治体そういった人たちが動かないんです。そちらの方がもう組織が大きいですから。ですので、そういうところを見ていかないと本当のその救いというのはできないんじゃないかなと思いますね。で、私はまあ今回4月の22日に村長選挙もありますけど、その時に何かこうアクションを起こすような考えております。で、政治的な意外も考えていただきたいと、そういうところでどのように皆さんお考えいただけるかなというところがお聞きしたいと思います。はい、どなたか福島では非常に物が言いにくくなっているっていう、この全国の人たちもみんな匿名で裁判やらざるを得ない状況にあるっていうことを踏まえて、大きな問題として国や県や市町村を動かす、そして福島県民全体を守らなければならないということについて何かご意見ありますでしょうか。はい、これまでの昭和の高度経済成長の間で起こってきたいくつかの公害裁判とうとう、これももう被害に遭われた方たちは人生そのものがボロボロになって、で、水俣しかり、どこしかり、でも声を上げるのが大変で村八分になり、で、そこには行政と大企業がいて構図が変わらないですよね。それで私はさっき伊勢さんが指摘してくださった、私たちは今こうして裁判を見ることができるし、実際に被害に遭われたお母さんたちとさっきもお話をさせていただくことができるということで、自分事としてこう知ることができる。多くの人たちが、分かっている人たちは懸命に全人生をかけて戦っても、この国では目に見えたスピード感の判決は出ないし、政治も変わらない。だけど今それこそ上杉さんを中心にしてデマ野郎とかね、デマ野郎とか、それでデマ野郎がやったことは何かって言ったら、アメリカから3500ページ以上の報告書が出るとデマ野郎が本当で、それで記者会見をやってたお国の官邸がデマ野郎だったってことが分かっても、それを伝えてきたジャーナリズムはごめんねの一言も言わない。で、私にとってはちょっとこの新聞のこっち側に何たらの罠とかプロメテウスがどうやらって書いて褒められてるけど、冗談じゃないと思うんですよね。今頃何を言っとるのかと。で、それでやっぱりごめんなさい、やっぱり僕らは本当のことを伝えるとパニックになるっていうふうに言われた政治家はちょっと信じちゃったけど、それはいけなかった。やっぱり私も元 NHK というところで仕事をさせていただいたこともあるので、それだけで私工作員とかって呼ばれちゃうんですよ。だから今言って図画工作は好きですけどってお答えしてるんですけど、要は何が申し上げたいかっていうと、根本のところは冒頭に野中が申し上げたように複雑に絡んだものすごく根の深いものである。だけどそこに対峙しなければ物事は動かない、これもイエス。だけど方法論として今私たちは Twitter とかそれこそ NHK の生中継入らないと世界中継なんかできないのに、今ちっちゃいカメラがポコッといってユーストリームで上げると全世界の人が、しかも関心がある人が見に来てくれるっていう、この道具は使わない手はない。で、そういうことから考えると、じゃあ今おっしゃってくださって、ご指摘くださった、でも私何ができるんだろうっていう、そこが問題。その時に対峙する相手を政治だ、
県庁だ、裁判所だってやってきてくださってる方もずっといらっしゃる。でその人たちのことをともするとその反対派だけが来るあのなんかエキセントリックな人たちとか、どっちかっていうと左側とかで、あのこっち側の宣伝課は右側とか、レッテルを貼るのが好きなんですよ。でレッテルを貼らないと出前やろうって言っておかないと、なんだかどうやって付き合っていいか分かんないとかNHK っていうとこれは正しいマスメディアとかだけど、とにかく一回レッテル剥がすんです。それで何のレッテルを貼らなきゃいけないかっていうと、今日問題になっている子どもの命は私たちの命です。子どもの命というのは実は一番の日本の経済の復興の鍵なんです。だからここをダメにしちゃったら、今除染で公共事業をやったってこの国は滅ぶんです。だから命にとって正しいことをやろうよっていう言語に変える。でそれについてちゃんと声を上げてる人は全員仲間で、それをないがしろにしながら、まあ目の前のこれちょっとねとかっていう人は、ちょっとあなたの子供、あなたの孫がっていう形で、そこをイデオロギーだったり右や左の物差しで戦わない、そのすごくいい加減ですごくナイーブなんだけど強烈に真実がある、全員一つしか持ってない命、この価値観で仲間を増やしていく。そのために一番いいのは笑いなんですよ。山下さんって違うそっちに怒り言っちゃうんじゃなくて、あの生優しいねあなたって言われた時に、そうですねはははって言って、でも子供を守りましょうっていうところへ持っていく。で緊急性は、緊急を歌えば歌うほどそんなに緊急じゃないんです。20以下だからとか数値で来るんですよ、緊急性を言うと。だから笑いながら緊急性を言いませんっていうのを、ちょっとデマ野郎から一つ、はい、デマ野郎というのは最後に結論に言おうと思ったんですけど、今野中さんがお話ししたんで、あのさっきの裁判のことで、反対派は反対派というか、裁判で、まあ、こちら側に座ってた人たちは経済を優先している人たちですよね。その考え方もありだと思うんです。ただ最大の経済復興、経済回復、経済支援というのは、実は経済復興はおっしゃったように子どもを守ることが未来の日本の、日本人を守ること、つまりそれが最大の経済復興なんですよね。税収の意味からも、労働力からも。だからその経済復興はイコール子どもを守るということのレッテルというかブリッジをぜひ貼っていただいた方がいいのかなと思うのと、今のお話しした方にちょっと政治的アプローチとおっしゃったんで、逆に質問なんですけど、今までいろんな声を上げるというのは重要だと思うんです。ただそこは限界があるんですが、例えば他の国でアプローチの仕方が変わってますよね、今中東革命を含めて。でそれはやはり、例えば川内村だったら今年4月ですよね、選挙は村長選、飯田だったら来年、福島県知事選は再来年とかあるんですが、そういう人たちが統一候補みたいな形で、要するにつまり声を上げるんじゃなくて自ら政治側に入っていって変えるという、そういうアプローチの仕方っていうのは何か考えてらっしゃるんですか。一応そのですね、まあ、ここで言うのもなんですけれども、結局その皆さんの意思をとか、あと国とか県とか、そういう政治的状況を皆さんにこういくらかでも知っていただきたい方法として、やはり今ちょっと注目のある川内村の村長選挙に、まあ対抗として、考えてはいます。ですのでそれはやはり多くの皆さんによく知ってほしい、そういう形で自分としては、まあ、やっていきたいなと思ってます、はい、やっぱり声を上げる、自分から行動する、やっぱり自分から姿を見せていく、その結果はもうあと少しずつ変わっていけばいいのかなと思ってます。はい、すいません、座ってあります、北区に住んでおります田中と言います、食の安全監視市民委員会というところで運営委員もやっておりますの で実は私は子どもも含めましてですね、内部被曝 の日本全体の過小評価に非常に心配をしておりましてですね、
それであのマイクをいただいてどうしても申し上げたいことが一つあったんです。でそれはですね、シーベルトというですね、この被爆単位が、虚偽だと、私は嘘ではないかというふうに半年ぐらい前からですね、思い始めましてですね、で私は科学者でありませんけども、あの学者の書かれた本をいくつか読んでみてですね、これはちょっと 嘘だなと、もう事実上これではですね、内部評価はできない。内部評価は、外部被爆はですね、評価できるかもしれませんけれど、内部評価は評価できないのではないかなというふうに思いました。でその思った点をですね、簡単に3つだけ、たくさんあるんですけど3つだけ申し上げたい。で1つはですね、もうこれ山崎さんなんかがおっしゃってますが、内部被爆というのはですね、体全体とか臓器全体で受けるものではなくてですね、特定の臓器の一部、一箇所に集中的にですね、起こってくる。つまり、局所性があって、しかも集中的に被爆をしてですね、そしてかつ継続的に被爆をすると。そして、あの超短距離からですね、猛烈に受けるというですね、そういう特徴を持っていると。で最近はですね、あの山崎さんのレポートの中にも書いてあると思いますが、実はその単一の原子からですね、被爆を受けるんじゃなくて、パーティクルの形で入っている可能性があって、で、パーティクルで入っているということは、様々な放射性元素がですね、体の中に止まっている可能性があるんですね。そうすると、そこから受ける被爆というのはですね、アルファ、ベータ、ガンマとセットで来るという、そういうセット性ですね。で、こういう今私が申し上げた諸特徴が、今のシーベルトというものの体の中にですね、全く考慮されていないと。外部被爆的な発想でそのまま延長してですね、内部被爆を評価しているということです。それが一つ。それから二つ目はですね、科学的な外圧性についてですね、全然考慮されていない。で、具体的にどういうことかというと、プルトニウムもウランもですね、化学物質としてはですね、極めて有害なものなんです。カドミウムだとかヒ素とか、ああいったものと同じだということです。で、加えてですね、これは先ほども発言されたあの方が書いておられる本に出てきますが、ラジカルというですね、活性酸素を体の中に大量に生産しますので、このラジカルがですね、人間の健康にですね、極めて悪い影響を及ぼすと。そういう科学的な外圧性についてもですね、シーベルトという単位は全く考慮していない。簡単に申し上げると、シーベルトというのはですね、体がどれくらいのエネルギーを吸収したかという、ただそれだけしか見てないということです。それから最後にですね、これは最初に名前先生がおっしゃいましたけれども、ICRP 等が定めましたですね、このシーベルトを使った限度ですね、ここまでにしときなさいという1ミリシーベルトを代表とするこの限度にですね、経験科学的な、あるいは実証科学的な根拠はないということです。簡単に言えば嘘をついているということで、この辺がどのように嘘をつかれているかというのはですね、昨年末12月に NHK がですね、わずか30分でしたけれども ICRP の内幕のドキュメント放送をやりました。でそれに向かって、最近は原子力村が噛みついてますね。あれまさにその嘘のですね、実態を表しているということです。で、すいません、長くなりましたけど、はい、ありがとうございました。ではついでにそのお近くの方で、2人2つ前の方でしょうか、それともう1人こちらの方でお会いにしたいと思いますので、福島市から参りました、届きと申します。まあ、今回こういう声を上げていただいて、国際的な立場に見てもどうして日本が声を上げないかという話もありましたけども、福島市という福島にいる者の感じから言わせていただきますと、いわゆる太平洋の戦争の時の歴史で学んだのと例えますと、今放射能に関して皆さんが言ってくださる危ないというような話をすると、こちらが殴ってやりたいっていうようになったみたいな人がほとんどな状況みたいな感じで、そういうことを言うと非国民ならず非県民みたいな感じで、大本営発表みたいな感じで、国も自治体も我々は放射能に勝ち続けていますっていうような、そういう感じのビラというか政府候補、自治体候補にも取り巻かれてですね、でもう避難したお母さんなんかがわざわざ送られてきて、そういうものが
私たち避難して間違いだったんじゃないかと思うぐらい、そういうものがこう構成ばらまかれている状態なんです。で、そういう中で勇気を出してこう裁判をするということもすごく大変なことだというご理解いただきたいんですけれども、私も子供を広島連れ合いと広島に1歳の子供を避難させてますけれども、まだまだ小さい子供がたくさんいる、あたりなんか普通に無邪気に家族団らんを楽しんでいるということが本当に心配なんですけれども、この今回 の判決でどなたかおっしゃいましたけど、裁判官も明らかに政府寄りの判決を今回したということで、まして報道なんかでご存知だと思いますけれども、二本松のゴルフ場の裁判でゴルフ場に汚染されてもう本当に営業できなくなったんで、これを除染 しろという訴えを起こしましたところ、東電はこれはもう打ったものは無臭物、自分たちのもんじゃないから受け取った人のものだから自分たちでやってくださいと、こういうことはもうなりふり構わない東電の昨今のことなので予想されてるんですけど、私たちがショックだったのはそれを裁判官がそのまま認めたということなんですね。で、本当に私にとってはもう無主っていうのはもう神も仏も主もいないっていうような感じにもう受け取るようなもうショックのことです。で、そういうもう本当に私たちは例えばそういう、市民お話し合いにあった市民マインドにこう溢れたようなかつてのこう例えば裁判官の小島意見とか田中正造みたいな、そういう人をねもうこの後に読んではもう期待していません。ただ公正な裁判、公正な司法、本当に私たちの目を向いている政治っていうのをこうとりあえずこういう必見民ってこういうちょっと校舎のが危ないって言われたけど言われてしまうような状況に追い込まれている中で、そういうものを取り戻すにはどうしていったらいいのかっていうのをちょっとお伺いしたいと思いまして、よろしくお願いします。すみません、ちょっともう一人の方に今の短くに答えたらもう、じゃあ短くに、二本松のゴルフ場の無臭物裁判のことが出たんで、一応ゴルフジャーナリストとして答えをさせていただきます。ですね、基本的には私も週末必ず福島に行くようにしているんですが、やはりおっしゃるように言っちゃいけないという空気があります。だから私は県民ではないんで、あえてですね、測定器を持っていて外側カウンターで人のいるところでバツと測るんですね。そうするとみんなやはり関心があるわけです。で、その中で最初の頃は持っていたタクシー運転手も測っても測っても線量高いんでもう測んないと言ったり、諦めの空気が確かに漂ってるんで、それを打破するのはやはり福島県の方しかできないわけです。私は何度も通いますが、所詮外の人間と、でそこで大きな声を出し続けますけど、やはり住んでる方が声を出さなくちゃいけないと、ただ非常に苦しいのはよくわかりますが、ぜひ考えていただきたいのはこの後ですね、きっと政府はこれを逃げます。 JCO の事故もそうですが、最初十何年前100万払って、その一時金がそれ以外払われてないと、結局政府も東電もマスコミも全部逃げるわけです。そういう時何が起こるかというと国賠です。でその国賠が起こった時に戦うと、国と戦うっていうのは非常に大変なんです。それはでその大変さと考えれば、今声を出して村八分になろうが何だろうが声を上げる方がずっとその戦いと比べればまだ楽なわけです。これは熊本の人も新潟の人も、それから内容は違いますけど、例えばドミニカに行った日本の移民の方とか、国と戦うことの苦しさと困難さを考えれば、今勇気を出して声を上げる、でそれは自分のためじゃなくて子どもたちのために、今こそ一人一人が声を出すと、そういうことが必要なんで、福島のその状況はよくわかりますが、一人一人、ここに来られている方はね、いいんですけど、ご覧になっている方は自分たちのためじゃなくて子どもたちのために声を今のうちに上げとかないと、もっと悲惨なことになりますので、ぜひお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。今の弁護士さんのちょっとコメントにちょっと一言お願いしたいことがあります。どうしてもお願いしたいです。はい、いいでしょうか。じゃあこちらに一言だけお願いいたします。放射能のことは福島県だけの問題ではありません。もう東日本全部が汚染されてますし、皆さんの頭の上にも放射能が降りかかっています。ですので、もし福島が声を上げていかなければいけないんだというのであれば、先生方、
ここにいらっしゃる方、みんな勉強されてる、みんな学者の方が多いです。郡山の駅に立って街頭演説、釣り立ちをしてください。入れ替わり立ち替わり、皆さんがしてください。私たちは日々活動してます。腐ったです。それでも続けていかなきゃいけない状況です。諦めるわけにいかないので、みんなでやってるんです。東京の方も、あの年齢制限はありますが、50代以上の方であれば覚悟を決めて郡山の駅頭に立って、福島の皆さん、郡山の皆さん、何をしてるんですか。子どもの命を救ってくださいと乗り込んできてください。それは福島県の中からも声を上げていかなくといけないことは分かってます。声は上げてるんです。でもものすごい徒党を組んで相手側は公民館活動をしています。こまめにこまめに一軒一軒ドアを叩くように、科学者といわれる御用学者が、お母さんだしどうですか、心配ないですよ。その活動がものすごい今今年に入ってからもう畳み込むように始まっています。なのでぜひ勇気のある方は福島市、伊達市、二本松市、郡山市、中間中通りですね、およびにぜひ辻立ちをしていただきたいとお願いします。はい、最後にこちらの方、勇気はその言って喋る勇気はあるんですけど、被爆する勇気がどうかって言われるとちょっと躊躇します。でもいつものご活動、本当に素晴らしいことです。私は上杉さんがおっしゃった事実を積み上げていくっていうことに関してですけども、例えば農法が出る、処刑されるっていうことに関して、まあ、医者の中でもその農法があるということは事実なんだけど、それは普段から普通の子どもたちに関して今までそういうエコーを当てて調べてきてないから、普段も実はあったのかもしれないとかね。で、何ミリ以下は実は経過観察していくと自然に発生するけど消えていくものであると、その事実をいちいちその向こう側が提示してくる、言説に従って後追いで新しい事実をね、自分たちでどっかで調査して、そのいや沖縄で300人調べたけどもあったのかなかったのかとか、そういうことをしていく必要はやっぱりあるのか、それとももっと前を向いて次々新しいね、ことを展開していかなきゃいけないのか、非常にここ迷うところなので、その具体的な戦い方としてちょっとご教示いただければと思います。はい、私が示された、例えば今の農法のことに関しても、例えばじゃあ、日本で言えば比較的ですね、放射能の影響を受けてないと思われるのは沖縄県ですよね。その沖縄県で同じぐらいの数のデータを集めて比較してみるということによって少し比較対象ができますが、本来的には、おじいさん、劣化ウラン弾のことがあって、やっぱり沖縄もすごく子どもたち問題があると思います。例えばね、例として言ったのは沖縄じゃなくてもいいです、海外でもいいんですけど、今のデータをその積み上げるときに、どういうもので比較対象として出していくっていうのが現状可能ですよね。あとは福岡幸いが別として、一応ですね、そういうデータに関しては、先週も言ってきましたが、ヨーロッパとりわけチェルノブイリのデータがたくさんあるので、そことの比較、という形で提示していくと。ただそれだけじゃなくていいと思うんですね、この中でも会場にも 2,300 人いますけど、 2,300 人の方がそれぞれの方法論でそれぞれ自分のできることのアプローチでいろんな形で訴えかけるというのが一番いいと思うんです。というのも政府とそれからここに出ているような山下さんとか学会とかマスコミというのは非常に単一化された防御をしているわけです。とにかく放射能の問題はなしにしよう、安全にしようと。逆に単一化というのは単一にどんとまとまって当たるとき強いこともあるかもしれませんが、いわゆる向こう側は権力ですから、そういう場合はかえってバラバラにですね、いわばゲリラ戦的にいろんな形のところが自動的に連携し合いながら、あのグループは子供のことを言ってるな、あのグループはやや放射線について言ってるなという形で、それぞれがそれぞれのアプローチ、それはまた法的なものもあるし、政治的にもあったし、あれし、メディア的なものもあったり、先ほど野中さんがおっしゃったように、郵送などを使ったマイクロジャーナリズムなどを使った方法もあるし、それぞれが自分たちのできることをやると、人がやどうこうのするというんじゃなくて、自分ができることをやって、さらに同時に、両面的に、
公の方の機関に訴えていくと、この2本柱でそれぞれがやるというのが一番効果的なんじゃないかというふうに、元議員秘書としてはですね、思います。陳情というのはですね、一番大変なんです。国会で電話が鳴ってバラバラの案件が来ると、いや大変だなと、実はまとまってドンと陳情団が来てボンと紙を渡されると、これ言っちゃいけないかもしれないけど、楽なんです、対応が。一つの事項ですから。ところがそれぞれのものが次から次へと来ると、その陳情処理で大変、そして役人にも一個一個説明する役所の方も大変と、で政治家の方もそれを取り上げなかったら選挙落ちるという恐怖がありますから、なんとかやると、こういう意味ではそれぞれがいろんな爆弾をどん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 投げつけるということをやると、政府も行政も動きやすいと。とりわけ福島県の佐藤雄平知事なんかは、元秘書の先輩でありますが、そういう陳情に関しては面倒くさがって人に押し付けてた経緯がありますが、そういうような陳情業務をあえてぶつけるというのも一つの手ではないかと思います。はい、ありがとうございました。まだまだ議論は尽きないと思うんですけれど、皆さん一人一人がゲリラのようにつぶてを投げていくしかないのではないか。はい、時間ないそうですね。はい、申し訳ありません。大変いい爆弾を教えようと思ったんだ。いや、先ほど田中さんのおっしゃったことにちょっと補足みたいなことでですね、私たちの体の中に放射性物質が入ったとします、食べ物で。そしたらさっきホットパーティクルという言葉があったけど、それ分かりやすい言葉で言えば、その100ナノメーター、ナノメーターって分かりにくい、それはもうちょっと短く、はい、短く言います。 1ミリの1000分の1が1マイクロセンチメートル。そうすると 0.1 マイクロセンチメートルよりも小さいものは、お腹の中に入ったやつは、それより小さいものは血液の中に入ります。肺に入ったやつはそれより小さいものは入るけれど、それより大きかったら肺にとどまるわけですよ。だから人工的な放射性物質というのは非常に恐ろしいものがあり得るよということ。それでは、ここで皆さんに会ったお一人一人が陪審員になったということで、評決を出していただきたいと思います。袋の中に赤とオレンジと白の紙が入っています。ご用意できますでしょうか。で、この郡山の子どもたちの言い分は認められない、却下という方は赤をお出しください。子どもたちの言い分が正しいというお考え、これは子どもたちは集団で疎開させるべきだとお考えの方は白をお出しください。いろいろ聞いたけどよくわからないよという方はオレンジをお出しください。はい、世界の皆さんにもお持ちかどうかは分かりませんが、ぜひ、皆さん方も評決に参加していただきたいと思います。どうぞ、こちらのゲストの方もどうぞお参加ください。よろしいでしょうか。ではお出しください。はい、ありがとうございました。圧倒的多くは白で、子どもたちだけ勝利ですが、何人かわからないという方もいらっしゃいます。これからも十分議論していきたいと思います。9ヶ月都会裁判を やってきまして、ずっと分からなかったことがありました。もし福島原発事故が火山噴火のような自然災害だったら、とっくに集団疎開は実現していただろう。もし60年前の東京大空襲のような戦争被害だったら、とっくに集団疎開は実現しただろう。郡山と福島第一原発の距離はちょうどこの会場から成田や三浦半島になります。もし成田や三浦半島で福島原発事故のような巨大事故が発生したら、東京ならとっくに集団疎開は実現しただろう。なぜ福島では集団疎開が今なお実現しないのか。その訳が
今回の世界市民法廷を準備していてありました。それは集団疎開の義務を負う人たちが福島原発事故という人災を引き起こした加害者だからです。加害者だから集団疎開の問題を冷静に受け止め、責任を持って最後まで考えられないのです。では集団疎開の問題を最後まで考えられるのは誰か。それは福島原発事故の被害者である私たち市民です。世界中の市民です。この問題を本当に解決するために世界中の皆さんと一緒に考え行動していきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。お礼を言いたします。なお経産省の伝統裏の方からぜひ会議にお寄りいただきたいと思います。今日は2月26日で右翼がたくさん来ているのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アンケートがありますのでぜひアンケートをお出しくださいますようにお願いいたします。ママ、終わり？業務連絡です。ワイヤレスマイクという日本、どこかにありますでしょうか。ワイヤレスマイクは日本どこかにありますでしょうか。業務連絡です。忘れ物がないようにお帰りください、忘れ物があってもちょっと人格に疲れますので忘れ物がないようにお帰りください。合わせて、アンケートをぜひ、お願いします。
Thank you.